架空町ついげん金沢 VS ハバネストレーノの一戦をお届けいたします。実況はついげん金沢スタジアム DJ の大平正彦です。どうぞよろしくお願いします。さあ、そしてこの夢の一戦の、解説はこの方です。はい、ついげん金沢アンバサダーの辻尾真嗣です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、架空の西武緑地公園陸上競技場からということで、はい、かなり今このね、実況席の方はスタッフの数だけ多いんですけれども、ね、みんなあんまり分かってないという状況でさあ、もうね、ピッチ上に今選手がもうね、はい、出ておりますけれども、はい、さあ、ということでこの放送は株式会社 IO データ機器様のご協力のもと、音声配信サービスプラットキャストで配信しております。さあ、本日試合はリモートマッチということなんですけれども、かなりのお客さんが入ってますよね。スタジアムにお客さんはいないということなんですけど、我々が見る限りでは、はい、入ってるように見えて仕方がないんですけれども、超満員ですね。超満員ね、まあ、ただ一応こういう状況ですから、はい、リモートマッチということで、はい、上限1万人というか、もうすでに超えてるような状況ですけれども、はい、行っていきたいと思います。さあ、でもね、架空マッチって辻尾さん、我々これどうお伝えしていけばいいんですかね。どんな展開になるんですか、ね、分かんないんですよ。はい、さあ、そしてどんなプレーが飛び出すのか、はい、先週の金曜日にハバネストレーノの代表の方にちょっとお話を聞いた時には、はい、空を飛ぶとか、はい、火を吹くとか、ね、そういうようなことをおっしゃってたんで、はい、それが解説できるかどうかちょっと不安だったんですけれども、はい、実際にはそういうことはなく、はい、架空の世界も、はい、現実の世界と同じようなルール、ね、同じような、はい、そういうふうな人間としての、はい、プレーが行われているということなんですよ ね、 そうですね。さあ、ちょっとね、皆さんはテレビ中継もなく試合を一切見ることはできないんですけれども、これ我々の実況解説にかかっていることになりませんか、これ。そうですね、まあ、不安ですけれども、ね、温かく見守っていただければ、ね、本当ですよ ね、 すね、はい、さあ、ということでもう実況今日始まりましたから、もうかなりの方がね、ちょっと聞いていただいてるみたいですけれども、はい、さあ、まあ、試合展開はね、我々がちょっとね、どのぐらい解説ができるものか、ね、架空世界の、はい、架空のハバネストレーノのメンバーもちょっとよくわからないので、はい、その辺も我々も試し試しということになりますけれども、ね、頑張ってお伝えしたいと思います。はい、まずは本日のチャンピオンカレープレゼンツ架空マッチつえげん金沢 VS ハバネストレーノのこの試合のルールについてご説明させていただきましょう。オリンピック中断期間中のプレシーズンマッチということになっておりますので、前半30分、後半30分の計60分ゲームで行われます。試合終了時点で同点の場合は引き分けとさせていただきます。もちろん人数は11対11の人数ということで、交代がですね、はい、アバウトなんですよ。これね、手元の資料によりますと、交代は各チーム3人から4人から5人までという、これ どういうことなんでしょうね。はい、そこまでは交代できる、3人でもいいし5人まででもいいということでしょうね。さあ、でもなんかちょっと気になることとかあったりしますかね、辻尾さん。まあ、なんかうちもついげんもね、うん、先週末には試合ありましたけれども、ハバネストレーノさんも週末には試合あったみたいなので、まあ、疲れがあると思うので、なるほど、はい、そこは怪我には注意してほしいなと思いますね。いや、気の利いたコメントですね、本当にね。怪我するのかどうかちょっと我々もちょっと分かりませんけども、ね、これ怪我した時に担架とかも入るのかどうかっていうのも不安ですし、はい、どういう状況になるのかっていうのもちょっと見てみたい気はしますけれどもね。はい、さあ、試合展開はこちらのプラットキャストでできる限りお伝えしていきますが、ついげん金沢、ハバネストレーノ、それぞれ、そしてヒュンメルさんも含めてそれぞれの公式、ツイッターからも実況ツイートをしていきますので、そちらもお楽しみください。さあ、ゴールシーンとかも振り返ることができるんですかね。まあ、何が起こるか分かりませんけれども、皆さん以上に正直我々2人が不安になっております。そうですね。さあ、そして注意事項がございます。皆さん、本日は架空マッチとなっておりますので、西武緑地公園陸上競技場で試合を開催しているわけではありません。間違ったのはスタジアムにね、ユニフォーム着て、ね、タオルマフラーなどをこう掲げたりしないようにしていただきたいですね。はい、さあ、こちら架空の世界に入り込んでおりますので、何卒ご理解の方よろしくお願いします。さあ、それでは、間もなくキックオフなんですけれども、早速両チームのスターティングメンバーをご紹介していきましょう。まずはハバネストレーノ、ゴールキーパー背番号1、松川司、通称松さんということで、年齢の方がですね、34歳ですね、現在ね、割とベテランになっております。さあ、そしてディフェンダー、背番号3番ダリオ・ラノッチ、これセンターバックですね、ダリさん、はい、そして、右の
サイドバックになりますか、背番号4番森田和義さん、なんか聞いたことあるんですよね。これあだ名はタモさんかなかと思ったらあだ名はカズさんらしいですね、はい、さあそしてディフェンダー背番号5番左のサイドバックになりますけれども川原朝日、こちらは朝日ということでね、はい、3枚のディフェンスになっております。そして中盤ハーフがですね6枚361、まあ、2シャドウが含まれるわけですけれども、こちらの方もご紹介しましょう。ミッドフィールダー背番号6チョン・インチョル、そしてミッドフィールダー背番号7、的田守キャプテンとなります。そしてミッドフィールダー背番号17米山貴博、ミッドフィールダー背番号8芝亮ということで、2シャドウが背番号8番の芝亮、そして背番号28番の成瀬圭一ということになりますね、はい、はい、そしてワントップが面白い名前ですね、ワントップ、はい、背番号9番ハイネケン、なんかどっかで聞いたことありますね。辻尾さん好きなやつですね。めちゃめちゃ飲みたくなる名前ですね。今ここにあってもいいのになと思いますけれども、はい、さあ、こちらね、ハイネケン、通称ビアさんということになっております、はい、さあそしてリザーブですけれども、ゴールキーパー背番号23大倉優、ディフェンダー背番号2深田エイト、ディフェンダー背番号22秋山雄二、ミッドフィールダー背番号13篠田隼人、ミッドフィールダー背番号24ジョナス・シュナイダー、フォワード背番号10アンデルソン・グラウ、そして、フォワード背番号11番奈良木拓磨、監督がアルベルト・ペロッチーノということでね、はい、あだ名がペロさんってらしいですよ監督。かわいいですね、はい、さあ変わって続きまして津江県金沢のスターティングメンバー、こちらのスターティングメンバーは前節の現実世界の、はい、ジェフ戦と変わりませんか。そうですね、おじいさん面ですね。そうですね、ゴールキーパーが背番号1後藤正明、ディフェンダー背番号5松田陸、ディフェンダー背番号39庄司穂野也、ディフェンダー背番号38稲葉学、ディフェンダー背番号15渡辺大輝、ミッドフィールダー背番号7島田慎太郎、ミッドフィールダー背番号8藤村啓太キャプテンです、そしてミッドフィールダー背番号6大橋久志、そしてミッドフィールダー背番号29フォドルフォ、フォワードは背番号9丹羽志音、フォワード背番号11杉浦恭平という、こういう布陣でになっておりますけれども、リザムも変わりませんね。前節と背番号23白井優斗、背番号25高安隆之、背番号27広井智信、背番号13大石隆平、背番号14金子正弘、背番号22力安翔吾、背番号30大谷隼人、監督は柳下正明ということになっておりますけれども、さあということでですね、はい、前節千葉戦はちょっと負けてしまいましたけれども、自分たちのこの時間もね随言必ずはあったように思うんですけれども、はい、辻尾さん、このアウェー戦ですけど千葉戦をダゾンの方でご覧になってたと思うんですけれども、はい、ね、いかがでしたか。まあ、もちろんいい攻撃もありましたし、うん、ビッグチャンスもね多数あったのでね、はい、そこを決めきるかどうかっていうところだとか、あとはラストパスの精度っていうところはやっぱりこだわっていければなと、ね、そうですよね、はい、だからこの中断期間のこの架空マッチ、はい、これ大事になります ね、 そうですね、なんとしてもいい形で得点、はい、それでまあ後半戦にちょっとつなげていきたいという感じもしますよ ね、 そうですね。さあそして今日のこの試合、はい、辻尾さんが注目する点を挙げるとすればどういうところになりますか。やっぱり最近フォワードが点が取れてないというところで、うんうん、フォワードに点が生まれることを期待したいですね。なるほど、はい、さあ対するハバネエストレーノですが、現在は中村銀行 JS2 リーグ現在3位ですよ、はい、好調を維持しております。しかし17日の AC 貝原トラフィス戦では前半立て続けに2失点、したんですけれども、ダリオ・ラノッチ選手、アンデルソン・グラウ選手のゴールで追いついた、2対2まで追いついたんですけれども、まあ、その直後に失点し2対3で敗戦ということになりました、はい、さあハバネエストレーノとしてはこれどのような意気込みで今日の試合にこれ挑んできますかね。そうですね、もうリーグ自体が違うのでね、お互いですけれども相手の特徴っていうのがわからないので、まあ、そこは探り探りこうねお互い始めて出すんじゃないかなと思いますし、ね、まあ相手の、ね、力がわからないというところで、うん、自分らの力を試すいい機会になるんじゃないかなと思いますね。お互い最近の J リーグ、まあ、サッカーの世界でいうと、はい、データ合戦、データをもう取得して、はい、そちらを分析して戦うケースが多いと思うんですけれども、はい、これお互いがなかなか分析が今回の試合はできてないという、おそらくそうだと思いますね。でぶっつけ本番になる、はい、ハバネエストレーノの選手に関して言えば、はい、右利きなのか、はい、左利きなのかすらわからない、そうですね、どういうプレーが特徴なのかもわからない、はい、それから前半の最初にやっぱりそういうところを、はい、津江県金沢としては
データ取っていかない仕方がないですかね。そうです、お互いにというところですよね。お互いボクシングで言うと探り合いみたいな状況が続きそうな気がします、はい、あ、準備が整いました。まもなく選手入場です。諦めたらそこで試合終了だって先生が教えてくれたんですけど、自分の中で諦めるだけじゃ基本試合終わらないですよね。相手がいることだから。結局意思表示が外に向けてできるかどうかだと思いますよ。なんで言葉にします。カレーが食べたいです。チャンピオンカレー。さあ本日の冠スポンサーであるチャンピオンカレー様では、今日からね23日の金曜日までチャンピオンカレー野々市本店限定ですけれども、ハバネバカレー、こちらの方販売 しております。ハバネロとネバネバをもうあえたピリッと爽やかな新感覚のカレーとなっておりますので、こちら野々市本店限定ですけれどもね、ぜひともご賞味いただきたいと思います。さあさらに8月9日の税券金沢 VS ビファレン長崎戦、これ試合会場でも販売する予定となっておりますので、ぜひともね楽しみにしていただきたいと思います。さあただいま両チーム選手が入場してまいりました。さあこちら今手元に入りましたところ、はい、レフリーは現実世界ですね。主審が井上智弘さん、はい、こう J1 でも吹いてるレフリーなんですけれども、これアシスタントレフリーの方のデータは来ないんですよ。そこは謎なんですね。謎ですね、はい、まあ、外国、架空の外国の、はい、レフリーみたいですよ。なるほど。さあということで選手がピッチ上に散らばっていきました、はい、ハバネエストレイのフォーメーションが361ということになっております、はい、さあハバネエストレイの方が、右側にエンドを取りましたね。杖剣金沢左にエンドを取って右側に攻撃するということになっております。さあ杖剣金沢442のシステムです。ディフェンスは右から松田、庄司、稲葉、そして渡辺ですね。さあただいまキックオフになりました。さあ杖剣金沢のキックオフで今ディフェンスから、これいつものような感じですかね、ボールを細かくタッチ数を少なく回しておりますけれども、ちょっと庭がボールを取られたぞ。さあ大きくハバネスレーノ、さあ杖剣がなんとかボールを取り返して、今松田の方が右からの攻撃を仕掛けますけれども、一旦ディフェンダーでちょっとボールを回して左サイド渡辺大輝から、さあホドルフの方からサイド変えてきましたよ。テンポがいいですね。いいですね。島田、これ島田にボールが集まると杖剣金沢はちょっと面白い攻撃がありますけれどもね。カットインから左側ですからね、はい、さあここでまた庭がちょっと足元相手にボールを取られて、さあどうでしょうかね、ハバネストレーノの方も大きく展開するサッカーですかね。わりかシンプルにフォワードに当ててくるようなサッカーですね。さあまだお互いがお互いをちょっと探ってる状況続いてますけれども、はい、左サイドホドルフォがトップの杉浦にパスが通ったぞ、はい、さあそして杉浦恭平から、おっとシュートまではいけなかった。少しボールも作りましたね。そうですね、はい、さあそこで、ディフェンスの方でハバネスレーノが、センターバックからセンターに対してロングボールが多いですね。そうですね、おそらくトップの選手がヘディング強いんじゃないですかね、はい、シンプルに前に当ててくるような攻撃が多いですね。さあ杖剣金沢もボールを奪ってからはまた、ちょっとテンポよくボールを回してますね。おっといいパスが庭塩に通ったぞ、右サイド、さあヘディングシュート、おっと杉浦恭平のヘディングシュート、惜しくもバーに、庭選手もいい飛び出しから杉浦選手、そうですね、はい、入ってくるタイミング良かったですね。マークはされてたんですけども、背番号4番のね、森田和義しっかりとマークついてまして、悔しがってます杉浦恭平。前節あたりもホームでありましたね、ヘディングシュートがバーに阻まれたとね、はい、さあなんとか得点が欲しいところですよね、杖剣金沢フォワードはね。さあちょっとこれはパスカットをされてハバネのボールになりました。ハバネストレーの中央から右サイド、さあここからどう仕掛けてくるのか、センタリング上がるのか、一旦戻したぞ、あ上げてきた、さあまだハバネが、おっとバレーシュート、ちょっとバーの上でしたけど、どうですか今のシュートは。そうですね、弾かれたところをトラップしてボレーだったんですけど、上がり際ボレーしちゃったのでちょっと浮いちゃいました。そうですね、
下がり際を、ね、叩けば枠にいったんじゃないですか、ね、さあ背番号6番チョン・インチョル選手の右足のボレーシュートだったんですけれども、はい、惜しくもバーの少し上でしたね。そうですね。さあでもシュートをどん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 打ってきておりますよ、はい、さあフォワードボールが渡ろうと思ったけどもまたこのハバネスレーノがやっぱシンプルにロングボールが多いですね。そうですね。サイド攻撃というよりも本当にあのいきなりセンターに上げてくるボールがロング多いですね。そうですね。さあホドルフにボールが渡った。さあ左サイド、はい、ドリブルでいくのか。おセンタリングはキーパーがキャッチしましたね。さあロングボールを蹴るかと思いきやゴールキーパーはおっとまたこれ長いボール。さあタッチは割ってません。このまままたディフェンス稲葉岳からさあ松田そして大きくホドルフまで通ったぞ。このボールがサイドチェンジのボールが多いですね。多いですね。ああここに2番あ通った展開でこれ島田から右サイド竹谷があるぞ。おっとあー島田慎太郎左利きですけど右でのね、はい、センターリングがナイスボールが上がって庭師オンヘディングシュート惜しくもポストでした、はい、さあそしてあ立て続きでしたね。こちらも今左サイドからいいボールがこちらセンターリング上げたの誰ですか。渡辺選手から、はい、いい左足のキックでしたね。庭師オンのヘディングはちょっとバーの上悔しがってますね、まあ、入ってくるポイントはいいのでね、ゴールが期待されますね。ニワシオン、あの今の方が現実世界の方が、はい、ちょっとあの髪の毛金髪ですけど、はい、少しなんか黒に染め直したような感じがしましたね。そんな感じしますね。さあ、ゼーゲン金沢これボールキープ率でいくと今ゼーゲンの方が結構キープできてますか、はい、かなり多いんじゃないですかね。ええ、テンポよくボール回しますね。さあ、そして制限のディフェンスがボールをカットしてまた細かくディフェンスで回していっています。この辺なんかよく現実の世界でも見るケースですよね。非常にテンポのいいですね、はい、今日の試合あれです。やっぱりあの現実と同じように島田選手にボールを集めているケースがやっぱり多いですね。多いですね、うん、はい、さあハバネスレーのフォワードまではボールが通らない。さあそしてゴールキーパーから大きくさあこちらの方は制限金沢もボールが通らない展開がちょっと目まぐるしいですね。そうですね、早いですね、はい、大きな展開になってますね、はい、さあ現在まだ0対0ということで得点は入っておりません、はい、さあこのハバネエストレーノ所属するこの J2 リーグっていうのをちょっとあの架空なんですけれども、はい、いろいろなチーム見たくなってきますね。そうですね。あっとここで通ったぞ。このもテンポ良くなってきましたね。ですね、はい、こちら渡辺大輝に当たってコーナーキック、ハバネエストレーノ1本目のコーナーキックになりますか、はい、前半の。さあなんとかクリア。ここに庭がここまで下がってました ね、 そうですね。さあまだハバネエストレーノの攻撃が続いてます。このハバネエストレーノのセンターフォワードの背番号9番トップですね、ハイネケン、はい、あのジャンプ力、空中戦強いですね。何度も競り勝ってますね、ここはちょっと注意したいとこですけれども、はい、さあ、制限金沢、右サイドからの攻撃が増えてますよ、はい、さあ、松田から島田、そして松田から大きな展開、こちら杉浦に通った、通らなかった、はい、さあ、ここは、ハバネスレーノ、また大きくフォワードに。このハイネケンの高さを使うっていうのが一つの攻撃パターンですかね。そうですね。そこを今はあの稲葉選手と庄司選手がうまく対応している形です。はい。あの稲葉選手もここ現実世界のリーグでは落ち着いてきたんじゃないですか。そうですね。もうリーグ3試合出ましたかね。ええ。はい、試合ますごとにね、あの落ち着きは増してきますよね。そうですね。はい、さあここ杉浦恭平にパスが通らず、さあ。ここ攻めてきたぞ、ハバネスレーノ左サイドからぐんぐん上がってくる、ボールを一旦戻してそこからセンタリング、あっと危なかったですね今。そうですね、ボランチの、さあそしてゴール前にまた、これかなりの観客が入ってますね本当に、はい、歓声がすごいですよ。すごいですね。さあ
まだ両チーム得点はありませんけれども、決定機が杖源の方多かったですね。日本さあゴールポスト、そしてバーに上でしたね、惜しかった。さあ左サイド駆け上がるのが渡辺大輝、ここからセンタリング上がるのか。さあコーナー付近、さあいった、おっと右足でセンタリングを、あキーパーキャッチしました。左利きなんで相手も意表を突かれましたね。そうですね。さあそしてこのセンターバックからセンターフォワード、このダリオ・ラノッチ選手からハイネ・ケンさんに、この中盤を飛ばしてロングボールっていうのが非常に多いですよね、この前半は。はい、さあ、スウェーデンのセンターバック2人がロングボールは全て弾き返しております。さあ攻撃をじゃあハバネステレーノもやっぱり変えてくるでしょうね、これはね。さあうまく奪ったぞボールを。さあここからどう展開していくのか。一旦松田リックに返した、そして松田がドリブル、そして島田に、そして一旦また松田に戻って、さあ島田出たぞ、前が空いてる、そのまま右サイド右足でセンタリング、あ大きくクリアですね。さあまた奪った。このツエーゲンは本当にあの前からの守備がおっと倒れながらの庭塩のシュート、惜しくもキーパー正面でした。前からの守備がいいですね、はい、さあちょっと一つあのレフリー目線で気になった、おっとこれはファールはないか。ハイネケン、ちょっと後ろからね、フリーキックはなかったみたいですね、はい、さあもうこれね、プラットキャストを聞いてくれてる方は皆さん知ってると思うんですけれども、ハバネストレイのユニフォーム緑なんですよ、はい、なぜこの審判団今日緑のユニフォームを選択したんですかね、ちょっと分かりにくいですね、確かにこれなんか相手選手がもう一人増えたような感じがするんですけど、はい、さあここでうまく、あ、つないできてますよ、ハバネスレーのうまいパスが落ち着いてきましたね。さあ1対1も強い、さあ左シュート、惜しくもハイネケン、強いですね、ここから左でシュートまでが早かった、うん、ハイネ選手は左利きですかね、左利きでフィジカルタイプですね、ですよね、はい、ああさすがに今アップになったらちょっとねドイツ系の顔してますね、はい、さあ制限のゴールキックから割と制限はロングボールっていうのは杉浦選手に合わせてるケースが、そうですね、杉浦選手やっぱり頭強いですもんね、やっぱり各世界の島田選手は効いてますね、効いてますね、はい、さあ島田選手に一旦ボールが渡って、さあここで落ち着くぞ、ボールが右サイド駆け上がる、さあこのままどうするのか、コーナーあたり、おっと左に切り替えた、さあここから上げてくるのか、さあ丹羽選手から杉浦選手、おっとシュートは惜しくも右に外れた、相手に当たりました、当たりましたかね、さあこのあたり島田選手うまいですね、やっぱりね、あ、ワンタッチありますね、フォワードの連携も良かったですね、はい、現実世界ではあまり見ない悔しがりですね杉浦選手の、そうですね、さあこれはショートコーナーです、おっとも出ましたかね、はい、再びコーナーキックですね、はい、さあコーナーキック蹴るのは藤村啓太、さあいいボールが上がったぞ、さあこれはキーパーキャッチです、さあここからキックを選択はしなかったキーパー、はい、杖源金沢ディフェンスがうまくカットしました。松田選手にもボールがやっぱ集まりますね、そうですね、うまくつないでますね、そうですね、はい、キーになってます、さあよく杖源なおでもね、渡辺選手の、はい、ポジショニングというかいい位置で受けるっていうことをね、辻尾さん何度かありましたけれども、少し高い位置攻撃増えてますよね、そうですね、イクロさんも何本も上げてました、ええ、はい、さあスローインはハバネストレーノ、さあ現在0対0まだ得点は入っておりません、さあつないできますね、ここはおっとカットした、うまい、さあ杖源金沢もこうフォワード陣の守備がね
聞いてますね。さあここから大きな展開ですけれども、ツエーゲン金沢センターバックは強い。高さは絶対弾き返しますね。そうですね。弾き返されてますけど、ずっと入れ続けてきますね。そうです。何か自信があるんですかね。そうですね。さあ相手はワントップなんで、このね、ハイネケン選手に常にボールを集めてきます。はい、さあ右サイド、浜根、ボールをキープ。あ、そしてうまいこと取りましたね。はい、うまくカット。さあそして藤沼から、庭、そして左に出たホドルフォー、前は誰もいない。さあそのまま左サイド駆け上がるドリブルで、さあ切り込んだぞ、そこからどうする。あ、これはコーナーキックですね。もう少し早いタイミングでクロス入れればチャンス。そうですね、ちょっとセンター枚数が少なかったですか。そうですね。さあこちらのコーナーキックも藤村啓太。さあ渡辺大輝左で上げたぞ。さあシュートを選択するのか、ホドルフォ中央渡り、島田にボールが渡った。カットインありますよ。おっとこれはパスミス、相手に取られたぞ。相手がカウンター仕掛けてくるか。ここは守りも早かったですね、津江県金沢。はい、そうですね。さあうまくカット、島田選手が渡って効いてますね。さあここまでお互い得点はありません。いいシュートは強いゲン金沢はヘディングで2本ありましたからね。はい、なんとしてでも、おこのボールがホドルフォに通った。さあ一旦渡辺に返して、さあでも中枚数多いですね。はい、おっとここフリーキックですね。はい、あ早くリスタートしましたね。ええ、さあここもカットされて、さあ大きくクリア。はい、このクリアボールを稲葉。さあここが落ち着いてますね、津江県金沢ディフェンダー。この津江県金沢の4枚のディフェンスっていうのは本当に非常に落ち着いたボール回しをできますね。そうですね、まあ、相手には高さでは負けないです。はい、やられる心配なさそうですね。うん、さあそして松田、そして松田、島田にボールが渡って、さあそこから6番の大橋ですね。相手もうまくこのボールをカット、そして大きな展開、そのこぼれをハバネスレーノが奪った。さあ中盤あたりでどう攻撃してくるのか。おっと渡ったぞ。あ、これは後藤がキャッチですね。後藤選手の、守備範囲っていうのもどうですか。まあ、あのハイボールに、ね、強いので、ええ普通に上げても後藤選手は、ね、キャッチするので、ね、さあここホドルフォに渡った、左サイド、入りましたね。ただ相手も厚い、守備が厚い杉浦恭平、これなんとかキープ。さあそして渡辺が、あっと左で取られた、大きくクリア。さあでもそのボールはちゃんと津江県金沢は、おこれ展開早いっすね、本当にめちゃくちゃ早い。さあ右サイドゆっくりとハバネストレーノが上がってきたぞ。さあ細かくつないで、そのボールを津江県金沢カット。さあセンターバック大きくクリア、こちらの方松田、そして島田、もう松田島田のホットラインになってますね今ね。ワンタッチワンタッチで繋いでますね。そうですね。さあまだ両チーム得点はありません。0対0。現実世界と仮想の架空の世界、はい、なかなか五分に渡り合ってるじゃないですか。そうですね、もうあの現実世界より圧倒的に展開は早い、早いですね。はい、そしてなんという体力なんだというね、はい、お互いのこの切り替えの早いですね。さあ今もう現在はこの夏日を超えて、そして真夏日、猛暑日になろうかなというところで、まだこのね、仮想の西部緑地公園陸上競技場ですけれども、暑いと思うんですよ。そうですね、今のところでも疲れは全くない、ね、ないんですよ。そしてどの選手も水を飲まない、はい、そして給水タイムもないという、そうですね、これは仮想ならではですね、本当にね。そ
さ、仮想の世界では多分アディショナルタイムっていうのはないのかな。さあここね、増田選手からまたうまいボールが島田選手に渡ったぞ。これ現実世界で見ようからパターンですよね。さあそしてフォドルから一旦下げて、そして渡辺大輝が切り返した。そして右足でヘディング、おっとシュート、ゴール。決めたのは背番号9番丹羽詩音。さあ渡辺選手切り返して右足でしたけど、ね、右足でしたね。いいボールピンポイントで非常に精度高いでした、ね、はい。前半18分、さあ渡辺選手を一旦切り返して右足でシュートを競り合いながらも丹羽詩音勝った。丹羽選手に2人ついたんですけど、ね、ですね、非常に強かったですね。さあこの切り返しが良かったですね、はい、右足ですけど、さあ頭1個出てますよ、はい、丹羽選手精度の高いボールでしたね。さあこの喜びようだと、現実の世界でねちょっと決めきれなかったところがあったんで、はい、ここで前半18分、はい、津江県金沢1点先制。さあここでまたね現実世界でもちょっと調子を戻してほしい。そうですね、さあまだまだゴールを狙いに行きたいところですよね、津江県金沢は、はい、さあ前半残り10分。さあハバネストレートとしてもここはやっぱりハーフタイムまでには追いつきたいですよね。さあ攻撃も変わってきました。サイドから攻めてきますよ。さあサイドからのセンターリング右から、さあこのボールもまだはいキープしてますハバネ。さあシュートまでいけるか。さあまだ相手にはボール渡さない。おっとオーバーヘッドキック、これはクリアですね、津江県金沢。さあそして一旦下げた。さあ背番号5松田から島田、一旦返してまた松田。さあ松田から、さあこのボールはハバネストレーノもここは渡しませんね。さあ中盤の球回しも強い県から速くなったぞ、杉浦。そうですね、島田選手のこのドリブルがねいいですよね。右サイドコーナー付近一旦マスまで下げて、そこから右足でセンタリング、このボールをフォドルフォがヘディングで落とした。さあ行ってはこのボールをカット、そしてそのままハバネスレーノ急ぎませんね、はい、あっとここはやっぱりハイネケン選手に当ててきますね、はい、さあフォドルフォから杉浦にパスが通った。さあここはキーパーキャッチですね、キーパー松川司選手しっかりとキャッチ。さあ右サイドフォワードまでのパス早いですね、もう少しつないでくるかなと思いきや、そうですね、後半少し修正してくるかもしれない、ね、そうですね、はい、さあこれ右パス通ったぞ。さあ島田からの、さあ大橋がルーズボールを奪った。そして杉浦、ね、さあフォドルフォーシュート、おっとナイスキーパー、枠いってましたよ今のシュートもね、パンチのある左足でしたね。さあここはディフェンス津江県金沢落ち着いております。津江県のこのディフェンスのバランスってすごくいいですよね。いいですね、ボール回しの時のポジショニングもいいですし、はい、はい、さあここは丹羽が勝ったぞヘディングで、おっと杉浦恭平左足のシュート、ゴールキーパー相手のゴールキーパーも非常に反応いいですね、反応いいですね松川選手。さあこのボール2対1か、左足で、うん、ちょっと正面でしたか。そうですね、左足だったんでね少し程度かきましたね、松川選手はちょっとひげを蓄えてるタイプのゴールキーパーだったんですね。そうですね、うん、さあおお、このシュートは誰だ、フォドルフォ、フォドルフォまで コーナーキック、ヘディングでしたか ね、 そうですね、キーパーの正面でしたけれども弾いたところ、もう一度フォドルフォ惜しかった。さあ津江県はどんどん、おっとここはボール取られた。いや稲葉選手高い、ね、津江県の庄司、小野谷、そしてこの稲葉岳、
もう2人の身長はちょっと J リーグの中でもセンターバック高い方ですよね。そうですね。角だとどうなんですかね。ですね。さあこちらの手元の資料では、はい、あ、身長まではなかったですね。はい。さあどういうプレーを、おっとうまいぞ。背番号28番成瀬。テクニックありますね。はい、さあそして右サイドから背番号17米山。米山から中に通した背番号8番芝。さあここは急がない。ハマネストレイの急がない。背番号7番キャプテンの的田に。さあシュートいくか。おっとここはうまくカットした。さあここはハマネストレイの急いできました ね。さあここは杖源金沢うまくカットしました、はい、一旦さあセンターバック庄司から稲葉岳。杖源の後方からのボール回しというのは非常にいい。そうですね、食いついたところで、はい、このボランチの2人がまた落ち着いてますからね、杖源は。そうですね。さあそしてあったヘディングは、あーここはうまくカットしたぞ、ハバネスレの。カウンター気をつけたいですね。さあ左から攻める。あ、これはちょっと精度欠きましたね。これはゴールキーパー後藤しっかりキャッチ。さあそして松田から島田から大橋、うまく通ったぞ。ここは一旦返す。さあ大橋からどう出るか、島田に回した。急がないですね、ゼゲンは。そうですね、残り5分ですね前半、ね。はい、そうですね。さあこのボールはおっとちょっと長かった、相手ゴールキックですね。さあゴールキーパーから大きいボールがセンターに出た。さあこれが通ったぞ。さあ選手たちもゆっくりボール回せるようになってきましたね。そうですね、あの右サイドハーフの米山選手もテクニックありますからね。ここもずっとまだキープしてます、はい、まだキープしてます。足技うまい、うまいですね。うまいですね。あのよく見ればあんま必要ないかもわからないですよね。そうですね、ええ、さあそしてキャプテン的田選手から左の20出るぞ。左サイドハーフの背番号25ヒルゴハン選手、はい、この外国人選手ですかね、これね。おそらくそうじゃないですかね。え、お、ヒルゴハン選手ですよ。さあここはシュートまで行くか。また杖源のペナルティエリア付近でハバネがキープ。さあそして一旦中央に返した。さあキャプテンの的田選手からまたもう一度的田選手に返した。さあシュートまでいけるのか。あ、いい攻撃ですね。そうですね、幅を使ったいい攻撃ですね、はい。さあ米山選手からさあ、お昼ご飯選手に、あー、お昼ご飯食べてないですかね、取られましたね、すぐに。さあ、右サイドからの攻撃。さあ、杖源金沢は急ぎません。残り3分少々。さあ、ここは、ハバネは少し急いできますね。そうですね、ハイネケン選手になってますね。この形は、あのキックオフ直後からずっと続いてますけれども。そうですね、まあ、各世界ではおそらくかなりつながるんじゃないですか、ええ、なるほど、はい、さあここはキープしてますフォドロフ選手一旦返した。そして左渡辺選手から中央にキーパーがキャッチ。さあキーパーから大きくフィードですよ。また出てきましたね。そうですね、おっとこれはファールはないか。今の審判全然ファール取らない、ね、取らないですね。少し杖源も大きなフィードボールが増えてきましたけれども、ここはつないでいっていいんじゃないですかね。そうですね、まあ、前半なんかは、ね、リズムよく回して、ね、そうですね、はい、さあおっとここはボールが味方に当たった杖源。
さあ松田選手から島田選手、さあそしてここはどうするのか、相手の枚数多いぞ。ああ、いいパスですね。うまいですね。あ、しかし相手カット。さあ相手もここは急がない。さあどうでしょうかね、両チームここは少し膠着状態ですね。あまり無理はしない感じですかね、はい、さあアディショナルタイムとかあったりするんですかね、このか架空ではね、ほとんどないですね。さあここはホドロフ選手にでタッチギリですね、はい、割ってませんね。さあ渡辺選手の左足、相手大きくクリア。さあこのクリアボールが渡るのか。あーっと通りましたよ、幅ね。さあ大きく展開を変えたが、ここはクリア。そしてこのまま攻め急ぐ正拳金沢、また島田選手ですね、右サイド島田慎太郎。さあ庭がここも、おっとちょっとこうトラップミスがありましたね、松田選手ちょっと疲れてきたんですか ね, ねえ。さあ残り時間、前半の残り1分切っております。さあこのまま1対0で終わりそうな、そうです、制限としてはね、このまま振り返せれば、そうですね、あのサイドの方にボール奪いに来ないですよね、ハバネの選手は。そうですね、あんまり前からのプレスがないですね。島田選手、この島田選手の攻撃がこの試合は効いておりますよ、はい、そして中央にハバネカット。さあゴールキーパーから大きくクリア。さあこのボールは帝拳金沢センターバックキープしましたね、はい、さあ左サイドホドルフに渡った。さあこのボールがさあどうなるか。さあ間もなく前半終了になりますけれどもね。さあここは帝拳金沢スローインです。さあ急がない、左サイド渡辺大輝から。さあここはタッチ終わりましたね、はい、さあここはスローインが幅根、幅根も急がない。さあこのボールを、さあキャプテン、ね、的田選手空いたぞ、シュートまでいけるか。さあここはうまくカットしました。ホドロフ選手から、さあもうここは急がないですね、前半も残り少ないですからね。このボールもさあフォワードから大きく戻して、無理はしない帝拳金沢。さあ増田選手が駆け上がっていったぞ、右サイド、ここはセンタリング行くのか。一旦、あ、戻さないですね。あ、一旦戻して島田選手。さあそこから大橋選手ミドル、これはキーパー正面です。強烈なミドルで、少しコースが甘かったですね。ですね。でも大橋選手の持ち味のところですからね、現実世界でもあのシュート見たいですよね。そうですね。さあここは強い弦金沢カットしております。さあ手元の時間はもう31分回っております。アディショナルあったんでしょうね。ありましたね。あったんでしょうね、はい、さあおっとこれはどうだ、杖源金沢拾ったぞ、庭選手からのセンターリング、おっとこれはたゴール終わりました、はい、さあゴールキックです。さあ大きくゴールキーパーから、さあこのボールは杖源金沢がキープしました。さあ急がない、さあここから待って、おー、いいボールですね、通りますね。ボランチの大橋選手が上がってますね。そうですね、大橋選手は右サイドに出てきました。右サイドからセンタリング上げるのが、左足でセンタリング、これはクリアボールが、クリアですね、クリアボールが相手に渡ったぞ。さあこのまま行くのか、ドリブル、おっとおっとファールはなし、ファールはないか、強いですね。レフリー思いっきり見てましたけど、アドバンテージもなかったですよ今の。さあこれ大きくセンターリング、アーリーで上げたくな、これは後藤選手強い。
さあここで前半終了です。さあ前半終わって1対0で津江県金沢がリード。まあただいまからハーフタイムに入ります。チャンカレといえばやっぱエルカツでしょうね。揚げたてサクサクで濃厚なカレールとよく合うんですね。これがステンレス食器のカッチャカチャ音がまた哀愁と食欲を誘ってまさにソウルフードってネットに書いてありました。さあ本日冠スポンサーでありますチャンピオンカレー様に辻アンバサダーがインタビューしてきたみたいですね。はい、あそれでは先ほどしてきました。あそうなんですか、はい、じゃあそちらお聞きください。ではいくつか質問させていただきます。なぜハバネエストレーノのスポンサーになられたんでしょうか。はい、今回、ハバネエストレーノさんの、インフォームを作ってらっしゃるヒュンメルさんからハバネエストレーノさんの、まあ、一緒に盛り上げていただけないかというふうにお声掛けをいただきまして、まあ、その中で我々としましても現在創業60周年ということもあって記念として60のイベントっていうのを実施していることもあり、まあ、ぜひスポンサーにならせていただいて一緒に何か盛り上げることができればいいのかなっていうふうに思いスポンサーにならせていただきました。これまで60周年記念のイベントということで弊社の方では限定メニューの総選挙やあとは60周年記念グッズっていうのも販売したりしていまして、まあ、その中で今回津江県金沢さんとハバネエストレーノさんが架空マッチを行うっていうこともあってぜひ我々としても全面的にご協力をさせていただきたいなという思いから参加をさせていただいてます。限定カレーを発売されているということですけれども、そのカレーの誕生の経緯だったり美味しさのポイントはどういったところにあるのでしょうか。はい、今回ハバネエストレーノさんの、スローガンであるハバネバーギブアップというところから、我々はメニューを考えまして、こちらのカレーはハバネロのピリッとした辛さと山芋とオクラのネバネバした食感が非常にマッチした爽やかなカレーになってます。弊社の濃厚なカレーソースにも相性がいい夏にぴったりなカレーですのでぜひこの機会にお召し上がりいただきたいなと思ってます。限定カレーの発売期間や他の取り組みについて教えていただけますでしょうか。はい、現在野の市本店では数量限定でハバネエストレーノさんのユニフォームも販売しております。こちらに関しては現在カレーのチャンピオン野の市本店でのみご購入いただけますのでぜひこの機会にお買い求めいただければと思ってます。また先ほどご紹介させていただいたハバネバカレーは7月の21から7月の23までの3日間限定で野の市本店のみで販売してますが8月9日の制限茶屋街でも販売が決定してます。いずれも今回の架空マッチ限定の取り組みなのでこの機会にぜひ野の市本店や津江源茶屋街に足をお運びいただければと思ってます。さあ辻尾さん、はい、お疲れ様でした。はい、チャンカレーさん今年で60周年そうですね。あ僕よりも、はい、ねえ、はい、先輩なわけですよ。そうですね。まあ、先日のスタジアムでのカレースタジアム、まあ、いつも津江源金沢の活動にこれ熱いサポートいただいてますよ ね、はい、そうですね。本当ありがたい、ありがとうございます。でもチャンカレーといえばですよ、はい、あやつもちょっと世話になってますよ ね、 そうですね。あやつもね、ああ出た、やっぱ来ましたね、ヤサガラス。今日は架空マッチなんですけど、何しに来たんかな。ヤサガラス、お悩み相談室。ね、いやいや、質問に答えてほしいねんけどね。これお悩み相談室って一回これ終了した企画ですよ。また今回これで勝負に来たの。貴様の悩みを言ってみろ。だから話聞いてや本当に。まあ、急に悩み言われても備えあるわけじゃないですけど、まあ、強いて言うたら、まあ、今日からね開幕前にちょっとオリンピックとかもやってるんですけど、これコロナの感染者が増えてきてるっていうのと、まあ、言うたらオリンピック観戦できないのはちょっと嫌やな思って。そんなこと俺様が知るか、この愚か者め。なんでやねんほんまに。おかしいやそれ。辻尾さん、なんかあります、悩み事。そうですね、僕は引退してから晩酌するんです、嫁さんと一緒に、嫁さんがちょっとビール好きすぎて、ビールの消費量がちょっと半端ないんです。ちょっとそれについてすごく悩んでるんです。どうですか。
乙女心は永遠の謎だ。俺様が聞きたいわ。もう帰れやもう本当に悩み相談にも何にもなってへんやんもう。でもあの末札幌はみんななんか悩んでることが一つあると思うんですよね。これ聞いてみますかちょっと、ね、いいですか。じゃあ安さんね、末源金沢の勝利が早く見たい。我慢しろ愚か者め。あのな、我慢はみんなしてるわ。これ安さんどうすればいいの。俺様が闘魂を注入してやろうか。あのいらんいらんいらん、あのやっさんの闘魂じゃ勝てる気もせえへんしね。もうどうぞあのそちらの窓ドアも開いてますからお帰りください。こんな茶番は終わりだ。お前がやってんじゃないか。まあ、さらばだ、また会おう。どうしますもう本当にやりたい放題ですよ本当に。本当です、ね、なんかチャンカラさんのイメージも悪くなるんじゃないですかこれ本当。さあね、チャンピオンカレープレゼンツ架空マッチ、はい、末源金沢 VS ハバネストレーノ、はい、ということなんですけれども、はい、この前半をちょっと終わってみていろいろな情報が入ってきたんですけれども、はい、あの背番号8番の柴良選手、はい、試合中携帯電話持ち込んでたみたいですよ。あ、そんなありなんですねなんかツイートであったんですけども、はい、走ってる最中に携帯電話を落としたっていう。あの架空のチームそれありなんですかね。あるみたいですね。いるんですかね試合中に。いや どうなんですかね、はい、歩きスマホとかしたら危ないですから、ね、選手に当たってこれ試合前のどうなんですか。試合前 のチェックとかで、はい、本当はねそうなんですけどね。さあそしてあとねよく見てたら、はい、背番号11番の控えの選手ですけれども、はい、奈良木拓磨選手、はい、後ろでアップしないで、はい、ベンチでちゃんがれ食べてたらしいですけどねやりたい放題やりたい放題、はい、ハイネケン選手、はい、試合中にビール飲んでたらしいですよ。やっぱりですね名前通りですねちょっとこれだけの今映像を見てたらね、はい、観客の方もたくさんいますし、はい、それチェックもしますし、なんだったら警備員の数も半端ないんですよ。はい、半端ないですね。注意をした方が、はい、もうできる限りですけれども、ね、運動選手が運動中にやっぱりアルコールを飲むのはどうかなと。はい、やっぱだからヘディング勝てないですもんね。ああ、だからですか。はい、だからハイネ選手はフラフラになってるんですね。そうですね。ぜひともまた皆さんね、そういうふうなことをチェックがありましたら、はいろいろとこうお知らせいただきたいと思います。我々はもうピッチ上しかもう映ってないんで、はい、ベンチの状況とかそういう細かいことが分かりませんので、はい、常になんかまたね、はい、ツイートしていただくとその都度ご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。さあどうでしょうかね、後半選手が出てきましたよ、はい、さあ間もなく後半キックオフですね。さあエンドが変わりました。エンドが変わって、右にエンド強い源金沢、左にエンドがハバネストレーノですね。さあハバネのキックオフから、さあ1対0で折り返しました強源金沢前半ですけれども、はい、前半見てていかがでしたか。やっぱり展開が現実的から非常に早いですよね。早いですよね。切り替えがもう本当に目まぐるしいです、ね、はい、はい、さあハバネストレーノとしたらこの後半早くに同点に追いつきたい、そうですね、そういう思いがあるでしょうね、はい。さあそこ強源金沢右サイド攻め上がってきた。さあここは松田がここまで上がってきましたね。さあ松田から、さあそして大橋に、大橋から、大橋ちょっと相手に取られた。さあここは浜根は落ち着いて攻めたい。さあ強いぞ。さあこうエンド変えた17番、米山貴弘、さあ掛け合うテクニシャンですから。さあそして中央にボールを返し、さあそして大きいシュート、おーっとこれはかろうじてポストの左側、強烈な左足でしたね。そうですね、シュートを打ったのが背番号6番ですね、はい、チョン・インチョル選手。もうペナルティエリアの外からのシュートでしたけれども、ね、距離はありましたがコースをついてきた。さあいいシュートでしたよね。さあここはついに取られたぞ。さあしっかり守ってる、シュートは打たせない。さあクリアボールが味方に当たってゴールキーパー後藤キャッチです。さあ渡辺にボールを、渡辺からホドルフォ、
さあ左アーリー入ったぞ。これはハバネストレーノ、しっかりとキーパーまで戻しました。さあ交代はお互いないですね。そうですね。さあ前半のままの布陣でいっております。さあハバネストレーノ3-6-1ワントップです。さあ津江県金沢4-4-2の布陣で来てますね。17番の米山選手を出した攻撃は多いですね。さあここは28番の成瀬選手、はい、成瀬選手とボールの持ち方からすると左利きみたいですね、これどうもね、はい、さあ津江県金沢、ここはさあ大きくクリア。さあ津江県杉浦恭平、さあそして2トップの庭から、庭から大橋、大橋から島田、さあ細かくパスをつないでいる。さあここ駆け上がるのが松田陸、松田陸がコーナー付近でセンタリング上げるのか。おっとここはアウトサイドで上げましたね。ここはシュートは大橋の左足のシュート、あ手元に今入っていました。交代ありました、ハーフタイムの交代が、やっぱりお昼ご飯食べてなかったみたいですね。疲れてましたね。お昼ご飯を食べに行ったみたいですよ。お昼ご飯選手、交代ですね。はい、背番号24番ジョナス・シュナイダー選手に交代しております、はい、さあここはコーナーキック、津江県金沢、さあキーパーしっかりとキャッチ。さあこのままの状態で、津江県金沢は行くのでしょうか。どっかで交代は入ってくるとは思いますけれども、通常でしたら、ここで今まで多いのは、はい、ホドルフォ選手の交代ありますね、はい、おっとここが出たぞ杉浦、相手なんとか身を挺してクリア、ね、いい配分飛び出してる、ね、そうですね。杉浦選手のこの相手の後ろあたりからスッとこう入り込んで組むところっていうのは独特ですよね。タイミングがいいですね、はい、さあそこから右からの攻撃、あセンタリング入った、これはゴールキックですね。さあ幅ね、あ幅ねストレート交代入りましたね。さあちょっと酔いが回ったんですかね、ハイネ健選手に変わりました。ハイネ選手に変わりまして、あまたね入りましたらまた紹介しますね。ハイネ健選手にされました。これは奈良木拓磨選手ですか、背番号11番。奈良木選手のワントップということになりますかね。さあ奈良木選手、さあここは。さあスローインですね、はい、ハバネストレーノのスローイン。おっとこれはミスか、そうですね、津江県金沢のボールになりました。タッチライン終わりました。スローインから津江県金沢、さあここもハバネもよく取った。さあここからセンタリング上がるのか。津江県守りを固めてます、中央付近。さあ幅根は左サイド、背番号24番、交代したジョナス・シナイダー選手ですね、はい、さあここからシュートが、おっとゴール、幅根ストレートゴール、背番号28成瀬圭一左足、まあ、さあいいボール決めましたね。左足で溜め作ってから中に持ってきましたけれども、キーパーのね、はい、後藤も反応したけども届かず、トラップから左足が非常に大変、ね、早かった。さあもう一度見てみましょう。背番号24番交代したジョナス・シュナイダー選手から中央、そして中央で受けた成瀬選手がトラップがうまかったですね。そうですね、右足で止めてからの左足が非常に早かったですね。ですね、ここから止めて左足早い。さあ同点に追いつきました、ハバネストレーノ。さあゴールを決めたのは背番号28成瀬圭一選手。さあここで交代ですね、あここは交代なしですね。
さあ今画面でいろんなことが起きております。さあ後ろからなしなしとかっていう声もね、交代はなかったということで、さあ強い県金沢、ここは左サイドホドルフォー、ボール渡ったぞ、前には誰もいない、さあセンタリング上げてくるのか、中に食い込んだ、右足でセンタリング、さあここはうまくカットしたハバネストレーノ、つないでいくぞ、そうですね、強い県金沢はねディフェンスの枚数は多いですから、さあここはクリアはしない、おおっと、ここはさあっと、この今成瀬選手次右足でのシュートでしたけども、ね、枠いってましたね、後藤選手はビッグセーブですね、前半とは違う細かいパス回しからの、ね、トップの選手と中央の選手が絡んだいい攻撃でしたね、左後ろから出てくるボールをダイレクトでボールシュートできるっていうのはかなりの技術ですよ ね、 そうですね、さあコーナーキックです、さあコーナーキックからさあ競ったのは、さあマイボール、ハバネストレーノボールをキープしている、さあこのままどうなる、強い県金沢はここはカット、さあ早く急ぎたい、ここは急ぎたい、さあここ右サイドボールが通ったぞ、これ松島田選手、さあ杉浦選手通った、杉浦選手から庭から、さあそして大橋、細かいパス回し、藤村啓太、さあ右に松田から、ああここはいいカットだ、もう一つ前で上げ切れれば、そうですね、さあ強い県まだまだ攻撃続きます、スローインから、さあ島田に渡った、島田からどう出るのか、相手のディフェンスの枚数は多いですよ、さあここは急がないですね、さあここはハバネストレーノ、うまいうまくカット、さあこのボールを中央に、中央からさあ成瀬を経由して背番号17米山、さあ米山テクニシャンですからね、さあここはまた中央に上げてきたけども、強い県金沢、庄司ほのや強い、さあここはいつの間にかですけれども、今強い県金沢の攻撃に変わっておりますね、さあ強い県中央から、おっとこれはファールか、大橋が倒された、これはリスタート早い、はい、藤村から大橋、大橋からまた藤村に返した、まだゴールまで距離あります、相手は全員戻ってますね、ここはファールですか、そうですね、ゴール前のいい位置ですね、ゴールから杉浦へのファールですね、ゴール前の 20m、はい、正面ですね、はい、さあ蹴るのは藤村、藤村のフリーキック、とゴール入った、直接フリーキック、左のネット揺らしたよ、今のイメージ通りだったんじゃないですかね、ですね、壁の上をうまく越した、さあリプレイ出ますかね、今壁の枚数も多かったですけどもね、そうですね、壁の上から巻いて落とした、はい、さあ落ちてますね、そうですね、これは現役時代の辻尾選手得意なコースですね、いやもうこれ完璧ですね、キーパーはノーチャンスですね、ちょっと壁で見えなかったですかね、そうですね、さあ藤村選手、これは現実の世界でも決めてほしい、はい、さあ 20m 正面のシュート、再び杖源が1点リード、2対1、さあここは後半残り20分ですからね、ハバネもこれ以上の失点は避けたい、はい、さあ右サイドからハバネが攻め上がる、さあボール通ったぞ、シュートはポストの横でしたね、ゴールキックです、はい、さあダイレクトのプレーがここに来てハバネ多くなってきました、そうですね、前半は縦にね、速い攻撃だったんですけどね、さあ杖源はゴールキックからディフェンスで回して、さあ松田からボランチの大橋から通った、オフサイドはない、さあこのまま駆け上がる、シュートまでいけるか、おっとこれはファールはない、そうですね、プッシングに見えましたけれどもファールは取らなかったシーン、
さあ、ホドルフォにいいパスが通ったぞ、左サイド。ホドルフォどうする？さあ、これまだキープ。おー、ハバネストレーのタッチに逃げました。さあ、スローインから。さあ、藤村選手、藤村から。藤村からゴール、おー、ちょっと合わなかった。フリーでしたね、今、杖源金沢。これは杉浦ですか。ホドルフォの右足からのセンタリングを。ちょっと合わない。ああ、丹羽選手ですね。丹羽ヘディングちょっと合わなかった。悔しがってます。ヘディング早く叩き切りましたね。そうですね。さあ、ここは、つないできましたね、ゴールキックから。さあ、ハバネストレーの後半は細かいパスをつないでくる。さあ、そこカット、うまくカットしたぞ、杖源金沢。杉浦からドリブルから、さあ庭に、庭から右出た。さあダイレクトで杉浦、おっと、これは決定機。さあ松川、相手ゴールキーパー松川もちょっと激怒してますよ。ここなぜここをフリーにしたのか。幅のディフェンスライン非常に高い。そうですね、杉浦利き足でない左足でのシュートはちょっとゴールから大きく外れた。そうですね。あれ右足でのシュートって難しいですかね。今の右足でも蹴れたと思いますけど、ええ、架空世界では利き足と反対で蹴るパターンが多いですね。パターン多いですね、はい、さあここも通ったぞ、いいワンツーだ。杖源金沢右サイド攻め上がる。さあセンタリングで相手がクリア。さあ再びセカンドボールを杖源金沢拾った。さあ藤村を経由して、さあここはいいパスが出た。さあ相手ゴールキーパー大きくクリアですね。さあ杖源右サイド、松田ボールを拾った。さあそしてスペースに出たボールは庭には渡らない。さあ相手ディフェンダークリアです。さあそこいいですね、前の守備が杖源は。さあスルーパスが右通ったぞ、オフサイドはない。さあセンタリングから相手ディフェンスヘディングで、そうですね、ヘディング強いですね。さあここはもう点はやれないハバネ。さあ細かく中央でつないでくる。さあいいぞ、あここはいい対応ですね、ホドルフォ。さあカット。さあホドルフォから急がない。さあ一旦キーパーまで戻すのか。さあここは大きくクリアで。さあハバネもここはキーパーまで一旦返す。急がないですね。焦ってる様子はないですね。さあここはね、何としてでも早い時間帯にハバネストレーノは1点欲しいところですけれども、あまり焦ってるような焦ってないですね。ただしっかりとディフェンスが杖源金沢のロングボールを、はい、ここはハバネの、そうですね、杖源金沢のファールですね。ここはフリーキックですね、はい、さあ少し足が入ったか。ああ杉浦選手、ごめんごめんって言ってました今ね。ごめんごめんって言ってますね。あのこれ現実世界であんまり見たことないですけどね、お祈りしてるみたいな感じでしたけど。さあフリーキック大きくゴール前に上げてきた、それ大きくクリア。さあまだハバネのボールだ、ハバネからゴール前に渡った。さあ杖源大橋、大橋から、さあ右サイド、これはオフサイドない、確実にオフサイドでしたね今ね。多かったですね。さあ杉浦どうぞ、ビッグチャンス、シュートゴール、杉浦恭平背番号11、利き足の右足でネットを揺らした。アウトサイドに蹴ったんだよね。そう、うまかったですね。え、こんなスタッフいましたか、杖源金沢。杖源にスーツを着たスタッフいましたか、ベンチの中に。初めて見ました。そして外国人スタッフでしたね今ね。さあここもう一度見てみましょう。
右サイドからセンターで受けた杉浦が、さあキーパー届かず、キーパーと1対1でアウトサイドでシュートすごいですね。さあこれはシュート、センタリングを うまくセンタリングを上げた選手のあのパンツの番号を見ると30番になれたんですけどね。ね、交代してたんですね。さあ、背番、あ、そうですね、はい、交代が島田選手から大谷選手に変わってたみたいですね。ここはイエローカードが出た、背番号24番、ジョナス・シュナイダー選手にイエローカード、はい、さあ大橋選手の足元にタックルですね。これは危ない、まあ、大橋のあのスピードっていうのはやっぱ架空の世界でもやっぱりあまりそういないタイプなんでしょう ね。ここは警戒してのスライディングイエローカードとなりました。さあ税源また再びボールを奪ったぞ、はい、さあそこから杉浦恭平、さあ現在3対1、はい、3対1で税源リード、おっとこれもファールないか、大橋の足元にタックルしたように見えたけど、ちょっと足の裏で痛いように見えましたね。ですね、ここは杉浦恭平、ここはファールですね。出てきましたね、少し。さあここも、さあ背番号13番、背番号13番篠田隼人選手にイエローカードが出たぞ。ちょっと後ろから行くシーンが目立ちますね。そうですね。さあ篠田選手、チョン・インチョル選手と交代している篠田選手ですね。ここはおーっと、このフリーキック再び藤村啓太、すごいフリーキックです、ね、ダイレクト決めたぞ。結構距離あったんですけどね。それそれとどちらかというと右利きの選手では蹴りにくい、はい、そうですね、左の選手だとね、はい、さあ現在4対1、現在4対1で制限リードです。現実世界が大きくリードしています。さあこのままでは引き下がれない架空の、さあここはファールかな。そうですね。さあ杉浦をアピールしますけども、はい、あ杉浦のファールですね。さあこれをゴールキーパーから大きく、さあ渡った、これは浜根スレの、あゴール、オフサイドなかった、背番号9番、さあハイニケンまた入ってますね入ってますね、交代してませんでした、あんまりまた入ってきましたねあのいろんなことが起きてますよ、ちょっとあのこれどういう架空なんですね、これね、本当。最後の取り方うまかったですけれども。これ水拳ですかね、本当に。さあ、交代したとばかりに思ってたんですけれども。さあ、右足でネットを揺らしてきたハイネ選手。さあ、成瀬選手と喜びを分かち合っております。さあ、現在4対2。政権金沢リード、さあ打ち合いになってきました ね。 そうですね。さあこのままではまだ終わらないこのゲーム、現実世界対か仮想の世界、架空の世界、さあどうなるのか。ホドロフ選手左サイドでボールキープ、コーナーエリア当たり、おおこれ惜しかったですね、惜しかったですね、相手ディフェンスもしっかりマークしてました、ね、そうですね、まだまだ政権の攻撃が続いております。さあこれは先ほど島田選手は大谷選手と交代したと言ったんですけど、また入ってますね、入ってましたね、そういうこともあるんですね。 あの交代分からないところで行われてる、こうフットサルのルールが入ってるんですかね、ちょっとね、もしかしたらそうかもしれないですね。さあ渡辺大輝が中に藤村に、藤村からフォドルフォ、フォドルフォから左に返した。さあいきなりこう変わってるぞ、今度は展開は
残り10分切りました、はい、さあ残り10分切りました。さあこのフォドルフォ選手、陣内から左足でドリブル、さあ中央に戻したぞ、中央は大橋、大橋から庄司ほのや、さあ庄司から大きくトップに杉浦に渡った。おっとここは相手カットですね、相手も急ぐぞ、さあここはカットですね、はい、さ あここで情報が入ってきましたね、藤村選手のフリーキックがネットに突き刺さったんですけれども、ベンチ横に置いてあったボトルの中にカレーを入れておいたので、ゴールキーパーの松川選手がなんかちょっと渋い顔をしてたみたいですね。なるほど、まあ、それが原因だったということですね。なんかいろんな作戦があるんですね。ドリンクを飲もうとしたらそれがカレーだったという。カレー動き悪かったんですね。さあここ強いゲームのファールですね。さあここはそうです、成瀬選手に対して藤村選手が少しキッキングのファールですね。これはフリーキック、まあ、ゴールからは遠いですよ。さあどういうボールを入れてくるのか。センターサークル付近からのフリーキック、大きなボールをゴール前に入れてきた。さあこれは背番号4番森田選手、これは渡辺選手カットしました。さあ取り合いですね、はい、再び幅根、さあ17番の米山選手からどうするのか。おっといきなり攻撃が変わったぞ、ゴール前からゴール前に自分で変わったぞ。確か今米山選手って言ってたんですけども、はい、米山選手がシュートするかなと思いきや強い県金沢はシュートに変わってました。コーランディションが早いですね。杉浦選手ですかね。これ架空の世界では多分あれでしょうね、ワープっていうのがあるんでしょうね。あるかもしれないですね。さあゴールキックからハバネストレーノ、さあここは繋いできたぞ、ゴール前に通った、いきなり入ったハイネケン選手、さあここは後藤キャッチです。後藤からフォドルフォに、フォドルフォから、渡辺大輝、さあ通ったぞフォドルフォ、さあ強い、さあ上がってきましたね。ここを使えばいいんですけどね、はい、さあゴール前に、ゴール前、さあ庭から、庭から、さあ島田、島田から松田、松田からセンタリング、相手クリアですね。コーナーキックです。さあコーナーを蹴るのは藤村啓太、さあ今日2得点ですよね藤村啓太、はい、精度高いキックから、さあ相手はクリア、おっとこれを松田、松田からオドルフォにちょっとボールがずれた。さあ渡辺大輝からセンタリングは通ったぞ、藤村に、藤村から大橋シュート、おっとポストから跳ね返ってきた、庭選手ですね、庭選手、はい、惜しいシュートでしたけれども、まだまだ攻撃が続きますよ。さあ松田、松田がコーナー付近からセンタリング、これはゴールラインに終わりました。相手ゴールキックです。さあ松川選手から大きく、さあこのボール、セカンドボールはハバネスレーノが、さあここ左サイド攻め上がっていっています、中央にボールを返した。さあ背番号17番米山、米山から再び米山、さあここは6番のチョン・インチョル、チョン・インチョルから、さあ4年2、あセンタリングありましたね、おっと、お後藤ナイスセーブ、ちょっとトラップが大きかった、はい、さあ危なかったですね今、幅根の攻撃も幅を使ったらね、幅幅ってなっちゃいましたね、なんか言っててちょっと辛くなかったですか今、辛かったですね今、いい攻撃が、ね、いい攻撃ですね。さあこれはセンター、あこれはボールは杉原金沢、渡辺大輝からセンターバック、さあそしてここでちょっとゴールまでボールを回してるぞ、ちょっと危ない。さあ松田、松田からまたセンターに返す、後ろでのボール回しは非常に、そうで落ち着いてますね。さあゴールキーパー後藤から大きくフィード、さあ相手ボールになりました。さあここも落ち着いて、杖源金沢ディフェンスさばいております。
さあ右サイド松田から、センターバック、さあボランチを経由してもう一度返して、さあ庄司ほのや、さあどこにボールを出すのか、センターは通った、さあいい、よく見てたフォドルフォ、左サイドマークないぞ、ちょっと切り込みセンタリング右足で、おっ、これ相手の5番川原選手よく、さあここ今コーター見てくれてね、深田選手から米山選手、深田選手からあ米山選手から深田選手ですね、テクニックのある米山選手が変わりましたね、変わりましたね、米山背番号17、米山、深田ディフェンダーの選手に変えてきましたね、そうですね、どういったエイトがあるんですかね、深田エイト、エイトということでなんかあのチームメイトから8と呼ばれてるみたいですよさあ残り時間2分、3分切りました。さあここからツエゲンのボールになった、ツエゲンいいパス回し、右サイドから中央、左サイドフォドルフォへ、フォドルフォから急がない、さあ相手もここはいいタックルでしたね、はい、さあ背番号2番の深田から大きくフィード、このボールは届かない、さあツエゲンのセンターバック、さあそこから左サイドの渡辺からフォドルフォ、細かいパス回しいいですね、そうですね、あ相手ライン高いんで、ね、そうですね、大橋から大きく、これは届かなかった、さあ現在4対2で杖源金沢リード、残り時間も少なくなってきましたよ、さあ最終ディフェンスの庄司ほのやから渡辺大輝、さあ一旦また返した、さあ渡辺どう攻めるのか、これは相手をうまくカットしました、さあ大きくフィード、さあこのボールはゴールラインを割りまして杖源金沢のゴールキック、このボールは大きく蹴らないですね、もう後藤選手もね、もう時間を見ると2点差がありますから、さあ架空対現実、現在現実の世界がリードしております、さあこのままで終わるのか、右サイドライン上駆け上がるのが杖源金沢、おっとこれコーナーフラッグに当たって出なかったですね、ボールがみたいですね、さあ大きくこのボールも通らない、さあ杖源金沢ボール、この辺り時間使ってますね、ですね、幅根も点が欲しいところ、マイボールにしたいところですけれども、杖源金沢のこのポゼッションがいいですね、はい、あこれはどう見てもオフサイドですよこれはオフサイドだったぞ、オフサイドでしたね、これ3メーターぐらい出てました今、出てましたね、さあ背番号2番深田ドリブルで上がる右サイド、さあそして中央の6番チョン・インチョル、さあそしてここは駒が、さあこのボールが中央に通った、さあここでアディショナルが4分から5分というのが返ってきましたね、アバウトですね、決まってないんですね、さあいろいろとあのね何が起こるか分からないですから、アディショナルも多いですね、そうですね、さあセンタリング上げてきた、さあ羽根はシュートを打ちたいところですけれどもね、羽根ステネロ、はい、なかなかシュートまではいけない、さあそして杖源からの右サイド攻め上がる、チャンスですね、さあチャンスですね、このボール、あーっと、はい、あゴール、ゴールを決めたのは誰だ、背番号5番さあ松田陸が今おかしなことが起きましたよ、ま、相手選手、相手ディフェンスが味方選手を引っ張っちゃった。そしてルーズなボールに松田がそのままシュート。さあもう一度見てみましょうか。ここでボールが出た。あ、違う、引っ張ってない。急に止まりましたね。急に。ここでピタッと止まりました。やっぱ架空の世界は考えれない行動が起こる。さあここで交代が来ましたね。
現在5対2で、はい、さあ、ツェーゲン、カナダリード。さあ、残り3分から4分。さあ、ですね。さあ、2枚交代してきました。もはや我々は誰が交代したのかわからない。さあ、ここが大きくフィードしてきて、さあ、これはどうだ？カットはでアウトファールだ。ここはツェーゲン・カナダのファール。はい、ツェーゲン・カナダのファールでしたよね、今ね。でしたね。これ逆になりましたね。ああ、なるほど。背番号11番の奈良木拓磨選手が、はい、ちょっと足を引っ掛けてましたね。はい。さあ、ハバネストレーノの選手なんですけども、ディフェンス陣は確実に激辛カレーの影響を受けてますね。そういうことなんですね。さあ、そこでボールをちょっと追いかけることをやめてしまったという、そういう情報が入りました。さあ、架空の世界では本当にいろんなことが起きております。はい、さあ、ツェーゲン、カナダのスローインから、さあ、松田のヘディング返した。さあ、もうここは急がない、ツェーゲン、カナダは。さあ、5対2で現在リード。さあ、細かいパス回しから右サイドに通ったぞ。右サイドがどうするのか、島田。さあ、ここは島田に対するハバネストレーノファール、イエローカード、背番号11番奈良木拓磨選手にイエローカードですね。さあ、ここのプレーをもう一度見てみましょう。あ、危ないですね。さあ、ここからのフリーキックです。フリーキックを蹴るのは藤村選手からに、おっと危ない。丹羽選手のヘディングはバーの上、で上ですね。さあ、ただワンタッチあったみたいですね。ゴールキーパーコーナーキックです。コーナーキック蹴るのは藤村選手。さあ、藤村からのコーナーキック、そっとゴール入った。ツェーゲン・カナダはコーナーキックから再び背番号11、杉浦恭平。前に丹羽選手ですかね、フリックしたのは。さあ、このシュートは頭で入れましたね。はい、さあ、藤村から一度丹羽からのボールを。そうですね。さあ、もう一度見てみましょう。いいボール蹴りますね。はい、相手選手の足が、ね、上がってたんですけども、怖がらずにね、そうですね、杉浦選手、喜び、体で表現しております。さあ、6対2ですね。はい、さあ、6対2で杉浦選手、金沢リードしております。さあ、ハバネストレーノ、得点が欲しいところですね。さあ、ここも、もう杉浦選手、金沢は急がない。さあ、渡辺、返した。さあ、ここで試合終了。さあ、現実世界対仮想世界のゲーム、ツェーゲン金沢対ハバネエストレーノ、6対2でツェーゲン金沢が見事勝利をしました。いやー、途中どうなるかっていうのがね。そうですね、出たはずの選手がもう一度入ってきたりとか、展開が ね、もう早いんですよね。めちゃくちゃ早い。ハバネエストレーノがシュートを打つかと思いきや、はい、瞬間に杉浦選手がシュートを打てたという、ちょっと我々の想像の域を超えている、そんなゲームでしたけれども、まあどうなるか不安でしたけれども、なんとか試合無事終了することができました。さあ、ツェーゲン金沢6得点と攻撃陣が爆発ですよ。特に杉浦選手、ここでちょっと復調していただきたいですよね。さあ、現実の世界でも8月9日から後半戦にこれ期待できますね。そうですね、まあ、フォワードにゴールが生まれたということで、ね、そうですよね。さあ、辻尾さん、はい、このゲーム見ていかがでしたか。いや、本当にね、展開が早くて、解説するのもすっごい難しかったですけれども。難しいですよね。まあ、制限金沢の、ね、フォワード陣がね、爆発したということで、ね、そうですね、後半戦に弾みがつきましたね。いや、この架空の世界っていうのがもう非常に面白い。面白いですね。もう本当にこのルールが
そのなんかね、現実の世界のルールのか架空世界のルールのか、はい、これを全部なんかミックスした感じで今日お届けしました、ね、はい、さあ皆さんにはどう伝わってたのか、はい、私よくわからないんですけれども、そうですね、ただ言えることは今回ご協力いただきましたハバネ・エストレーノさん、はい、そしてヒュンメルさん、そしてチャンピオンカレーさんにこれも感謝ですね。本当ありがたいですね。いやあの途中あのチャンピオンカレーさんにインタビュー、辻尾さんも、はいはい、まあ、今日のお昼ですか、インタビュー、そうです、またカレー食べてきました。いや今日は食べてないんですけど、今日はあのまで食べれるみたいな、ね、そうですね、はい、ぜひともあの野々市店本店、野々市本店の方でね、はい、特別なカレーが、はい、あさってまで、あさって23日まで、はい、ご購入食べることができます、はい、そして8月9日のホーム戦でも、食べることができるということなんでね、はい、ぜひともそちらの方皆さんね、はい、これここまで言ったらやっぱ食べてほしいですよ ね、 そうですね、あとユニフォームも売ってるので、ね、あ、なるほど、あのこのカレーを食べてハバネストレーノ選手が調子悪くなったという、はい、ね、あのちょっと 辛かったということで、はい、いや僕も絶対に8月9日には食べたいですし、あさってまでにもちょっと口にしたいなと思ってますんで、さあここまで皆さんね聞いていただきましてありがとうございました。さあそれでは次回は皆さん架空じゃございませんよ、8月9日スタジアムでお会いしましょう。さようなら。